テミックスレディオキッズを聴きの皆さん、 DJ ロニさん、こんにちは。スーパービバです。こんにちは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの江杉です。ドラムの藤原です。はい、よろしくお願いします。はい、我々スーパービバでございますけども、はい、昨日ですね、はい、新曲自慢になりたいを配信リリースいたしました。ありがとうございます。こちらはですね、10月21日に発売となります、我々メジャー復帰後2枚目のシングルですね、はい、両 A 面シングル突破口自慢になりたいからの、先行配信でございますけども、柳沢さん、はい、自慢になりたい、どんな曲になったかこうざっと紹介していただけると嬉しいです。そうですね、なんかこう個人的なイメージもあるんですけど、はい、本当にこの今の時期というか、うん、夏の終わりにすごく合う一曲なんじゃないかなというのを思っておりまして、はいはい、あのすごくこう、まあ、ミディアムバラードになるんですけど、こういろんな人の顔を思い浮かべながら聴いていただきたい楽曲に、仕上がったと思っております。はい、うん、まあ、本当に聴いてくださる方にも我々にもですね、自慢になりたいなと思える人っていうのはこの人生の中できっといると思うんですよね、うん、はい、まあ、なんか我々も16年目に突入しましたけども、すごくいろんな方のお世話になりながらここまで活動してきたなと思うので、はい、我々も、そんな方、そして聴いてくださる方のことを思い浮かべながら作った楽曲でございますが、うん、はいはい、ぜひあなたもですね、そんな大事な人のことを思い出しながら聴いてくれると嬉しいなと思っております。我々スーパーエヴァの詳しい情報はオフィシャルホームページに全部出てますので、はい、ぜひチェックしてみてください、うん、よろしくお願いします、うん、ということで最後になりましたが、昨日配信リリースになりました新曲自慢になりたいを聴きながらのお別れでございます。以上、スーパービーバーでした。 We are Radio Kids!